授業中トイレに行く回数が多い生徒、だいたいトイレでスマホいじってる。どうもスティーブンチャンネルです。今回の動画はですね、おばたろさんの、今までありがとうございましたっていう動画をね見て、それでそれについて思ったことを話していこうと思います。まあ、スティーブンチャンネルを見てくれてる方はおばたろさん、まあ、知ってると思うんですけど、まあ、自粛期間ですね、僕がね、YouTube を始めてすぐですね、おばたろさん、もう5000人とか、もうめちゃめちゃ登録者数いて、すごい憧れていて、で、まあ、僕が登録者数150人ぐらいの時ですね、まあ、本当に身内だけを集めて、150人を達成して、ちょっと喜んでた時に、まあ、おばたろさんの Twitter でちょっと質問して、どうやったら登録者数を増やせますかとか、そういう質問をしたんですね。そしたら、まあ、サムネの作り方とかだったり、もうすごい丁寧に教えてくれて、でそれでありがたいことに僕もね登録者数、増やさせてもらって、本当に登録者数がねここまで増えたのは本当におばたろさんのおかげだと思ってます。ありがとうございます。はい、でそれでですね、まあそれがおばたろさんと僕のまあ最終で最後の会話なんですけど、ツイッターでねした最終最後の会話だったんですけど、まあこの前上げた動画でですね、まあそのプロサッカー選手になれなかったから、まあ一旦サッカーから離れるっていうことを言ってたんですけど、まあその動画の後ですね、その夢破れた大学生かなっていうタイトルだった気がするんですけど、まあその動画ちょっとちらっと見たんですけど、まあもう明らかにサッカーに対する情熱がもう消えてないなという感じだったんですね。そのスポーツショップでスパイク見たりとか、坂道走ったりとか、ランニングしたりとか、すごいね、おばたろさんらしい努力がまだ消えてなかったですし、やっぱ本当に誰よりもサッカー好きなんだなっていうのをね、その動画を見て感じました。で、まあその今までありがとうございましたっていう動画で、まあ、サッカーから離れるって言ってたんですけど、まあ、情熱消えてないですし、まあ今ちょっと休んで、うん、まあサッカーとの関わり方は人それぞれだし、そのプロになるだけがこう目標であったらダメだと思うんですよね。そのいろいろな関わり方、まあ指導者だったり、まあホペイロだったり、まあ、分析だったり、もう本当にいろんな角度からサッカーっていうのは関われますし、だからおばたろさんにはこう、まあプロサッカー選手っていう夢は諦めたかもしれないですけど、まあサッカーから離れず、サッカーと共に生きてほしいなという思いがあります。まあこの動画、うん、まあ、この動画を見てくれた方が、拡散してくれたら、おばたろさんの目にも、これがね、映ってると信じるので、皆さん拡散の方よろしくお願いします。最後に、おばたろさん。サッカーと、行きましょう。ありがとうございました。